ルーツ橋は行って思うよ、朝日ね、そうだよね。いやー、マジ、ああ、最高だ、いい感じ、あー、おー、眩しい、最高最高。まだまだ俺、あ、目がおかしいよ。そうだよ、だってさ、考えてたら太陽って直接見ちゃダメって言われてるじゃん、子供の頃からダメだよ、直接ずーっとお前直接見てたんだ。だ今頃みんな見てたやつ、みんな目つぶってる。そうだよ、確かに。あー、気持ちいい。いいね、最南端のご来光ってのは。そうだよ、いいもんだ。俺も見過ごした松平君は。いや、俺見たっつうの。いや、俺見てないんだけど、悔しいから見たの。見てないって言うと、あとで何言われるか分かんない。あのピッカーンを見ないとね。ピッカーン、あれでも感動だよな。あれびっくりした。なんだ、なんかさ、ライトでこっちを照らしてんのかと思った、初め。なんだろう、あれと思って。ほら、話に入ってこれねえってことを見ると、見てねえな、お前。俺、目が痛くなっちゃった。やっぱ、本州最南端のご来光はいいね。いいね。うん。もう、まさのりと、普通だったらさ、もう、ちょっと待ってやろうぜって言うから、行こうぜ。ダメだよ、間に合わねえよ。もう無理、もう行こう。行こう、置いとこう。置いとこうだって。うん、置いてって正解。本当だよ、お前。びっくりした。でもよかった、一番いい時間に撮れたな。まあ、誰もいなかったしな。ああ、そう。本当だよ、タイミングばっちりだよ。おお、やばい、やばい、やばい、目がつぶれる。まぶしい、まぶしい。見えないじゃん、これ。うわ、すげえな、これ。すごいね。でも寒いね。何、何、今日もフル装備だけど、寒いぜ。はい。ああ、始まりましたね。でも、この時間からスタートすると相当楽だよ、やっぱ。ああ。慌てないでいいっていうか。いや、でも今日いいな。ずっと海沿いでしょ？そう、ずっと。海沿いって言ってもね、まあ、いわゆる、なんだ、一番、国道の海岸、海側っていう感じ。だから、たまに海が見えたりするんだけど。ああ、もう、コケがなきゃなんでもいいぜ。コケな。これがな、ダメだろう、もう。もう、時はねえよ。マジ、マジ、笑われちまったよ、ほんとだよな。うん、大丈夫、まさに。ちゃんと、アップしとくから大丈夫だよ。てめえ。マレ、マレフ映像でさ、ガシャーンって。ガシャーンってやつ。こびりついた苔が取れやしね。マジで？マジマジ。あ、そう。でもな、この袖を見るたびに思い出すんだよ、カッパ着ててよかったね。本当だよな。そうだよ。もうお気に入りのジャケットとか、つけだらけになってこれ。ほら、俺、あのループ橋渡んだよ。そう、俺も今ね、行きかけたんだ、あっち。いやー、いいね、これ。今週、最南端ですよ。海の朝ってのは本当にいいね。いや、いいね。いいんだ。こっち選ばず。これいいんだよね。現地もいいんだよね。大丈夫でしょ。おー、釣り人いっぱいだな。釣り人な。ソーシャルディスタンス保って。うん。じゃあ、まさに先行きなよ。撮るか。俺も撮ってるぜ。あ、撮ってるの？あ、撮ってんだ。あー、これちょっと壁が高いな。まあいいや、ループ橋のとこで。このループ橋はこの前来なかったからな、まさのりな。ああ、そうなんだ。そうそうそう、こっちは来なかったのよ。いや、いいねー。ああ、これをバックで撮ったら最高だったのにな。たまらん、たまらん。もうなんせよ、来ない松枝君の代わりに撮影タイムやっちゃってっからよ。本当だよ、動画も撮っちゃったよ。いやー、いい日の出だったな。じゃあ、マッチ、今日の晩飯はよろしくな。もう本当目が痛いよ、俺。あ、鳥だ、鳥。わけわけ友達、うわ、俺の友達。お、これって何、友達接種をしちゃうの。そうそうそう。うぅー、ループ橋です。あー、潮の香りが。な、あ、
お前何時まで飲んでたの昨日。いやいや、でもね、店がね、8時半に、9時ぐらいかな、閉まっちゃって。何どこに行ったの？あのね、裏の飲み屋。居酒屋うまかった？あ、うまかった、うまかった。あのね、アジのたたきを作ってくれたんだけど、薬味をすっごいいっぱい入れてくれてさ。なめろうじゃない、なめろうじゃないんだけど、で、日本酒飲みたいんだけど、つって、なんか日本酒に合うつまみを出してって言ったら、それを作ってくれたの。すげえうまかった。そうか、いいな。それはそれで。やっぱりな、ちょっと海の分食いたかったからさ。まあな。少しな。アジの叩きはうまそうだな。あれすごいな、帆船が。ああ、ほんとだ。